牛乳嫌いなさくらさん。で牛乳しかもむっちゃ嫌いよこれは。そうなんだ。恨みすら感じる。恨みすら。逆にそんな嫌いなもんないですか？ないくない？ある？なんか俺だからそのよくあるけどあのパクチーかな。ああ一緒です。あーパクチー。俺もパクチー大丈夫。パクチー大丈夫。うん大丈夫ね。うん、おまあね。あんなん食べるもんな。必要する。必要がないですよね。まああれだよね。青虫のご飯やから。そうやな。いや、構想やから、いやまあ、まあ言ったら、なんちゅうの、あの山椒みたいな、あんな山ほどおかしいと思うよ。そう、そう、あれはおかしいと思う。パクチーしか入ってへんのちゃうんかみたいな鍋を喜んで食べてるじゃないですか。あれはちょっと違うパクチー好きは、うん。まあ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 。ねえ、うん。けど聞いた話、向こうでもそんなんしないらしいよ。やっぱりこう、そうなんです。やっぱり構想なんで、うん、食べへんぞと。そう、そんな、まあ、まあ、ハーブとかと一緒で、そういう扱いなんで、っていうのは。パクチーオッケー。もう大丈夫、大丈夫。大丈夫やけど、サラダみたいなのは食べやん。あ、なるほどね。うんいやでも嫌いやし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 中国とか香港行ったらテーブル多分分かれんね分かれんね分かれんね全然もう俺も焼き飯と餃子とか食うもんないからねそうそうピーターはピーター無理ピーターは見えますまだでしょうんまだでしょでもあんま見た目が好きじゃないこの前中華料理の雑貨屋に行ったんでピーターが売ってたのうんうん要は冷蔵じゃないんだよねえあ、もうそれが保存食みたいになってるそうそうそう、うん、で、それ買ったのって多分ね9月とか10月だったのかな賞味期限が2月中旬だったえぇ、ー、1個試しにとこを開けてみてのまあお店で出てくるピータンとかあったのえ、そういうもんなのピータンどうやって作るんだ何そもそも何なのあれピータンって何をちょっとゼリー状になってるでしょそうそうそうあ、うん、あれをゼロから作ってんのかでも卵ってそもそも保存食ですもんねあ、そうなんだあの日本人は生で食べるから早いこと食べなあかんのピータンって入れたらピータン作り方残酷って出てきましたそうねえちょっとこういうめっちゃ気になるあれ白身なんやあの黒いところ黒いところピーターの腐らしてんじゃんアヒルの卵をアヒルか泥に埋めてあ、交差して地中に埋めるんだうーんへぇまあ栄養価が高いよってあーそうなんだすごいねイコーさんはピーターが苦手まあ、あえて食べないしあ、パクチーはもう本当大事ですね八角パクチー、この2大あとはまあどう多分ピーターも食おうと思って食えると思うバジルはバジル全然食えますよやっぱ高層階のゴムちゃんって感じですよ、ねうん、レモングラスとかは食えない、うん、レモングラスって何なにほんとまたまた何なんかこうどうしたのおしゃれどうしたのレモングラスって何なにどうしたの聞いたことありますけどあるでしょ俺もよく知らないなんだかい知らんのかいユミちゃんなんかある嫌いなもん嫌いなもん、うん、あのでもこれ大人になって解消できたのが俺玉ねぎ絶対食わないんだけどあそうえ一軒家のあったの出たあの言ってたねそうだから茹でたもんだカレーとか牛丼とかに入ってるのはもう大丈夫で、うんうん、最近ちょっと生もちょこちょこチャレンジはしてて、ずっと続けてるやんうん、ちょっと手投げやもんいつかこれが美味しいと思える日が来んのかなとずっと頑張ってるツアーの上とかジンギスカンとかって、ね、焼き玉ねぎ行ってみようかなあれ疑わないあれでも1個食べれるようになったらすごい人生ハッピーかなと思ってそうやけど入ってるやんかもう無理ちゃう結構言ってた結構頑張ったから僕が知ってるだけでもう10年以上言ってるめっちゃ言ってるめっちゃくちゃけなげよ俺神様願い1個叶えてくれたらゆうちゃんに玉ねぎ好きにしたらって言うか今やったらかわいそうなんだなんでまだ玉ねぎ食べたら人生豊かになるかもしれないと思うそんだけ長いこと
で、なんで行けるようになりたいの。いやいや、おかしい、やばい、夢でもあって。あ、やばい、だから、なんか願い叶うのとそれしかないや、でもあれでしょ、だって、まあ、生じゃないけど、もういけてるわけでしょ。生じゃないってことですね。だからもう、その、もう扉は開いてると思うよ。もうちょっとでね、うん、こんにちはできる。まあ、そうやね、うん、あとは、あ、でも確かにそんな生の玉ねぎ食えてよかったって思うか。そんなぐらいや、あんまりね、うん、うん、だから馬刺しのさ、あれについてくるみたいなさ、あれが食いたいのか。あれが食いたいのか。マサシの舌を、あれちょっとね、大人っぽいね。確かにかっこいい。いや、ちょっとじゃあ、まあ引き続きじゃないけどね、うん、この今回そんな あれないか。そんなないけど、そうやね、ちょっとどっかでなんかどっかでなんかね、うん、食べれるようになったらいいよね。ねえ、なんかきっかけでもないっすもんね。我慢したら食べれんねんけど、そうじゃない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 、美味しいね、これね、そうじゃない、美味しいと思えないと。でもなんか、ね、不意にやってくんねん、そういう日って。あんねん、俺ブラックコーヒーしか今飲まへんねんけど。おお、俺逆やったんですよ。あ、だってタサ君缶コーヒー、缶コーヒー、缶コーヒーめっちゃ飲んだ。そうそう、イメージあるある。エメラルドマウンテンって言ってる。あ、そうそうそう、そう、ね、あれでは苦いと思ってくれ。はぁ、もうあのほらコーヒーあるじゃないですか、うんうん、あれももうその砂糖 6g、ぶっといの1本入れてたぐらい、毎回入れてた、入れてた。で、もうほんまに急に、急にです、急にある日、うん、まずいって思い出したんです、それは。で、なんかのタイミングで、その、それこそバイキングっぽいものがあって、バックで飲んでみようって飲んだら、これやーってなって、よかった。その日からずっとほら、なるほど、急に、急です。ちゃんと、ね、ブラック、ちゃんと豆引いていい豆とかだとやっぱブラックが一番美味しいよ。今はもうほんまでもそうかも、うん、めんどくさい時はもうあのビリってやるやつになりますけど、うん、あれね、もう全然極力、うん、あのこう、うん、ハンドミルで引いてますよ、うん、美味しいですやっぱり。コーヒー、いつか俺もそういう日が来るな。そうやね、コーヒー願って。あ、毎朝ねスライスして、生で食べてるんです。これじゃないとやっぱり見えるそれじゃない。じゃあ俺もトマトがいつか食べるけどな。あ、ダメなんですね。トマトダメなんですね。トマトの何が嫌いなんでしょう。あのね、ちっちゃい頃にトマトポンと置いてあって、塩置いてあって、それ食べとけってなってて、うん、その頃のトマトって結構青かった今みたいなね。あんなフルーツトマトとかちゃうから、うん、そうで、それでももう嫌になる、もう皮と中とあの匂いが嫌になって、うん、それからもうあんま食べない。もう大人になってから食べんくなって、まあ、よくある、確かにそのフルーツトマトが美味しいとか、もう今めっちゃ甘いとか言ってるけど、いやいやトマトやんってなって。そうちょっと好き嫌いじゃないかもしれないけど、赤飯好き。いや赤飯もうすごい秘密だったね。まずどれ買うかさ、これでしょって。失礼しました。この方ですよね。一番美味しいでしょ。いや絶対取らない、ま、絶対取らない、絶対取らない、絶対取らない。これもだからずっと続いてる戦いじゃない。戦いっていうか、何ていうか、なんていうか ねでもなんかこういう会話をしてたら、その、まあ、マネージャーさんとかが、うん、あの軽食置いてくれてるじゃないですか。1個言っといてくれよ。そうよくれよ、これか言っていった方がいいね。それね、言っていった方がいいです。確かに、もうそいでですね。だってはそいでだよ。だってはそいで。ふっとこのベース意識が入るやん。だってはそいでレモンなんでしょ。レモングラス、レモングラス何かは分かってない。見ろ。なんかやっぱふとした瞬間に食えたりするようなもんですね。もしかしたら今後人生でまた変化が訪れる。そうやね。牛乳うまい人生やってくるかもしれないし、パクチーが食えたりとか、パクチー大好物になるかもしれないし、食べれたのに食べれなくなったもん。最近生のホタテあかんくなって。
ああ、そう、あの乾いてるホタテはずっと好きやねんけど、はい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 、生がなんか食感というか匂いというか嫌だなと思ったら、うん、はあ、なんかね、その塩とかを感じるようになったかも。だからしょっぱーってすごい感じる。なんかその後なんかこう自分の血の中にその塩分みたいなのはずっと巡ってるなみたいな感じがする。その体にとって悪いものが、ね、そう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 、なんか、ね、うん、良くないものが入ってるわって感じはしちゃいますね。わかる。たまに魔が差してその深夜ポテチとかやるんですよ俺。あ、全然やるんですよ、たまにですけど、はい、もうえかなやるんですけど、やっぱ次の日ちょっとやっぱり、うん、分かる、目覚め良くないよね。後悔、ま、顔バンバンしてる。あ、そうね、美味しいけどね、夜中のパテチ久々にこの間久々に食ったら美味しかった。ないしょあれ美味しいよねあれ。赤、美味しい、あれ成分見たら赤もんばっかり入ってる。伊藤さん的に言う、スラッシュからこっちね。あ、そう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 、天候つだよ。そう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 、むしろ見たしょ。せやねん、だからもうあれ悪魔と契約みたいなことほんまに、あの一時の快楽を得るためにお前明日捨てれるんかみたいな、そんぐらいの覚悟で食べないと。なんか、なんかの SNS で誰かが書いてた言葉で、あ、これうまいなっていう言葉があって、はい、今日の別腹は明日の脇腹が続く。うん、あ、こういうことで、ね、そうそうそう、あの僕に付き合う仕事があるね。 OKOKOK、 でもそうですね、うん、スイーツとか別腹っていうもんね。ね、なわけ、いっぱいでもね。今日をおろそかにすると明日に響く。いや、そうですね、若い頃はね、そうね、気にならなかったんですけど、全然1日単位だったよね。そうですね、うん、だって酒とか抜けないですもん。うん、前まで何本飲んでもね、うん、午前中、まあ、午後には抜けてたのが、うん、今下手したらもう夕方超えてもまだもんね。もうなんかこの体調悪いなみたいな、抜けるなみたいな、そうなんや、飲まんかったよかったって、うん、ちょっと弱ってるかもしれない。どうだ、解分解分解ね、うん、めっちゃ休館日作るもん、もう今ねえ、うん、でも逆にそういうことやりだすから、うん、あの差を感じやすいのかも。その飲んでんのか出る音みたいな感じやったら、それが通常運転や、うん、うん、だからなんかあれやけど、やっぱ1週間例えばガッと酒抜いてみたとかなった時に、うんうん、やっぱ感じるし、うん、でもね、タバコ、その酒っていうのをやめたらすっごいずっと眠かったり、逆に調子悪かった、うん、離脱症状です。ああ、離脱症状だ。それ超えたらもう、そうそう、超えたらまあ全然、ね、うん、まあだから必要だなみたいなタイミングで頑張らなあかんようになんかできてる気がするんです、人生って。だから偏ってていいんじゃないですか、うん、うん、ね、そうやね、何かで補えてる。そう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 、なんか勝手になんか野菜の一つでも食べとくかとかいう気持ちに、うん、ある日突然なったりするんで、そうやね、ちょっと無理してちょっとね、そう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 、っ頑張ってても、ね、なんか、だっておい、おいしそうにトマト食べたら俺も食べるかもしれんし、うん、食べれるよ、ね、食べれる、食べれる、食べくれくれ両手でもじゃあ俺も玉ねぎ両手でもらってそれはせん玉ねぎ玉ねぎさあね、今は言うてやっておりましたけれども、はい、そろそろ締めに向かいましょうかというところで、まあだからそういうのも含めて楽しみですね、いろいろ3月から、はい、そうですね、ツアーが決まっております、まあ、3カ所でございますけれども、はい、詳しい情報は、はい、レイフラワーのオフィシャルサイトで、はい、ご覧くださいというところですかね、はい、まあ、まあ各会場および、まあ、他のいろんな活動を通して、はい、私は皆さんとレイフラワーとの時間が、たくさん持てるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。今回はこの辺にしておいたるわー。